本当に話変わるんだけどさ、私って教員免許持ってるじゃないですか。持ってるんです。でいつも実家に帰るたびに、お前は教員になれないのかって言われるの。プータロしてるからプープーしながら謎作ったり謎解いたりしてるから、お前は公務員になって教師になれないかって、で嫌なこった嫌なこったって逃げ続けてもう数年なんですけど、ついにね今教師が全国的に3000人だっけ、3000人足りないらしいよ。うん、終わりだよね。教員が今3000人ほど全国で不足していて、非常に大変なことになっているというニュースをツイッターで見かけまして、いや大変だな日本もと思ってね。で今日私仕事があったんですよ。でやり取りしている方と話してて、いやもう最近教師って人気ないですよねみたいな、いや確かにそうですねみたいな話になったんだけど、その関連ツイートで、俺は元教師だみたいな男がいたんだよ。で俺は教師を辞めた、なぜなら子供の世話をしてたと、まあ、な監督責任だなんだとか言って、いじめだなんだみたいな、誰々がやったみたいな、仲裁に入ってたんだって。俺はいじめたつもりはないみたいな俺はやってない、いやでも何々くんが僕にバカって言ったんだみたいな。それをやってる時に子供が高熱出したんだって、自分の。それでちょっと工場に、すいませんちょっとうちの子がまずちっちゃくって高熱なんで、私大変なんですよ、帰らせてくださいって言ったら、親がモンスターペアレントで、え帰らせませんけどみたいな、帰れなかったんだってだから、え人様の子供の面倒を見ないといけないのに自分の子供を見れないというこの職はおかしくないってふと我に返ってしまったと。まあそういう経緯で辞めたんだみたいな、ね、まあそういうの見たんですよ、そうかそうかとっていう話をその取引先の人としたんですよ。まあこういう現状もあるんで、まあ教師もちょっと厳しいですよね、まあ、取引先の人が、僕のパパかもしれない、え僕のパパかもしれないです、えあなたのパパなんですか、えあなたのじゃあお父様は教師だったんですか、いや違います、そのモンスターピアレントの方です、僕の父はなんか低い学校にいろいろ言いに行って、教師がなんか熱を出した子供がいるとかなんとか言って帰ろうとしたから怒ってやったって言ってたけど、僕のパパですねえお前のパパモンスターペアレントが、こやつがいるからね、こやつがいるからですよ教員が言ってくのめっちゃおもろいモンスターペアレントの息子に会ったね今日ね、はい、最近の話じゃない、そう最近の話じゃないということが分かった、ね、それでそんなことあるって思いつつ、はい、まあそれだけです、それ話したかったんだ。教師になる、いや絶対教師になりたくない、3000人足りないんだよ、やだよ働きたくないもん今が楽しいが絶対やらない、学校の数減らした方がいいまず、うん、子供の数ただでさえ減ってるしね、いや難しいよ